こんばんは、平井弘明です。あったかいと思ったら寂しいです。今回はですね、前回入社について家で撮影したんですけども、打席でやりたいということで、今回は打席で改めて入社角について動画を撮っていきたいと思います。前の動画で全て入社でボールはいじっているということをお伝えさせてもらったんですけども、まずそれを実際球を打っていくのと、本当に入射角ボールに対してクラブをどう入れたいから次に体の動きがこうなりましたっていう方が体の動きも楽になってくると思うので、まあ、その動画をちょっと撮りたいんですけど、やっていきましょうか。平井弘明のワンナップゴルフ。俺5種類って言ったよね。5球用意しました。これまずストレートボールね。これストレートボールだね。じゃあフェード行こうか。フェードボールは今ストレートボール打った時にはまっすぐまっすぐのイメージで打ったわけよ。でもフェードボールって多少なりともこういうスライス回転をかけたい。だからクラブを右上にこうやって上げたいのね。でその時に右上に上がると体が伸び上がったりするから、ミスショットが出ちゃうから、コックで右上にこうやって上げる。でそのコックをなるべくほどかないように左グリップと左脇をタイトに使ってクラブを立てたまんま左サイドに同調して動く。左サイドのスペースを広く使ってあげたいのね。こういうふうに、そう、入射としては右上からこうやって入れる感じなの。そう、ちょっと打ってみようか。120点でドローは今のの逆。クラブを低く右サイドのインサイドから低くクラブを入れて、右の高い方、こっち側だよね、アウトサイドに少し高めに抜いていきたいの。だから右サイドを広く使えないとそれができない、詰まっちゃうから。そう、だから何をするかって言ったら、この時に一旦こうやって引くんだよね、お尻を。これは真似しちゃダメね、ミス出るから。そう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 、こうやって右サイドを広く使ってインサイドから無理じゃなく入れられるスペースを作ってあげる。そう、それで低くインサイドからアウトに抜いていくの。完璧じゃない？そう、多分ねカメラだとあれだけ薄いドローだとほぼストレートに見えると思うんだけど、完全ないいドロー。そう、次にハイボール。ハイボールってクラブってこうやって入れたの、入射を極力地下から入れたいの。そうで、地上に上がった時に打ちたいの。そう、そういうイメージ。そうだから右が低くなるってことは右にこうやって残るじゃん。そう、そういう意識で右を広く深く使えるような体の動きをしてあげる。そうするとクラブがこっちからこうっていくじゃない。そう、そういうイメージ。ちょっと打ってみるね。アドレスとボールの位置は変えない。なんたか。そうそう、決してダフりません。その理由は回転してるからです。はい、で次にローボール。ローボールはもうこうやっていって、こうやっていって、こうやって入れたいの。真上90度から入れたいのね。そうだからさっきの逆よね、もうこうやってなってなきゃいけない。そう、こうやってあげてこうやって打ちたい。そう、ちょっとそのイメージ打ってみるね。ボールの位置とアドレスは変えないで、打つ。スティンガーっぽいの期待されてた方は多分今のがっかりしたと思う。いや全然低くないじゃん、あれ十分ローボール7番にしては。
やりますよ。じゃあアドレスとボールの位置変えないで、こういうことでしょ。これもう低すぎでしょ、ね、真剣に言うよ。今のはこうやって上げて、こうやって打ったの。そう、ロフトを絶対寝かせないで、後ろに回り込んで後ろからこうやって打った感じ。そう、そういう感じ。これも右サイドを今度、あ、ごめん、さっきは右サイド深くして高い球打ったじゃん。今度は左サイドの地下に行きたいからこういう入れ方をするのよ。そう、でもなるべくこう、なんだろう、クラブの動き、ボールの位置とアドレスを今わざと変えてないから、そんなに低く高くって打てないけど、うん、でもその中でもクラブの入射をあれだけ変えるだけで相当球のこう色付きが変わってくるでしょ。こういう、だからアドレスとボールの位置を変えないで入射でボールをいじるってことはすごい大事。すごい分かりやすい、逆算して言ってくれると、ああ、やって入れたいから、うん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 、そう、それちょっとありがたいな。そう、だからそのヘアウェイウッドとかもそうで、そう、苦手クラブは入射から意識を強く持ってもいいかもしれないね。ヘアウェイウッド打ち込めって言うとバットつきまくる癖、何回も打ち込む。なるほどなるほど、思いっきり打ち込んでいい一回。じゃあ試しに理由から説明してあげて。OKOK、冷静でいられるかどうか分かんないんだけど、ヘアウェイウッドって球が上がらないのはそもそもボールへのスピン量が足らないから、スピン量ってこうやってやってあげた方がスピン量って出るんだよね。打ち込んであげた方が、そう、それで上げるんだけど、そう、でもヘアウェイウッドってイメージはさらいたいじゃない。そうで、いろいろヘアウェイウッドの説明は以前もやってるんだけど、構えてボールの右端が自分の真ん中ね。そう、それでイメージとしては上げて、上げたこのヘッドの通った道よりも上から来た方がいい。そう、こうね。フルスイングじゃないから上がんないよ、うん、イメージはこう。そう、どんどん上がってきたね。こう、そう、頭正面ぐらいだな。これさ、こうやってやってさ、こうやってやるとヘッドマイクじゃない。こうやってやってないのに、これを引き上げただけでヘッドってマイクでしょ。そう、それをうまく使うの。こうやって、こうやって、ここだけサロン級かもしれない。うん。ちょっとじゃあ打ってみるね。これ結構いい球だけどね。ヘアウェットに求める高さって人それぞれだと思うんだけど、ヘアウェットってドライバーの半分だと思った方がいい、高さ。全然いい。たけちゃん平井は球が高いから、ドライバー人より。あ、そういうことか。そう、だからそれ見てるとあれ低く見えちゃうの。そうでしょ。トール君のノーマルがアブノーマルだから。そう、普段見てるやつ、ね、そうドライバーの高さの半分以下でも全然いい。特に3番ウッド。そう、ノーマル、ね、これぐらい全然普通。うわ、今のいい。うん。すごい飛んでってくる。あれぐらいの高さは全然普通。あ、そう。うん。むしろいい方、上がってる方。今のイメージは上げて、こっから体が回転するから、アドレスって止まってるじゃない。止まってからゆっくり動き出すでしょ。だからこう低く引けるんだけど、この時に上げてから降りる時って加速が乗ってる時じゃない。だからこうグンって入れると体の回転がこうやって開くから、クラブって自然と上から入るんだね。それを低く入れようとしたらドッカーンってなる。そう、だから多少上から来て全然いいの。そう、だから入射をそもそもこう
低く低くって入れるイメージっていうのはヘアウェイとあんまない方がいいんだよね、うん、だからそのままこう上からこうズドーンとこうアイアンっぽく打っちゃっていいかもしれない。俺はねヘアウェイウッドは52度アプローチウェッジぐらいのイメージ、上から打つ、うん、ボッコーンってターフ取るぐらいのイメージで打ってる、そういうイメージはねある。これだけ言ってるからさ、どれか試しにやってみて本当に打てますかっていうの欲しいね、そろそろ。あ、そうだねでもねヘアウェイウッドさらって打つとね本当にね、平井の場合はフックするかダフる、こうやってフックするんだよね。なんか良さそうに見えるけど、うん、思ったより曲がっちゃってる。そう、ちょっとグリーンが砲台でこういうグリーンになってるとするじゃない、それで今左飛んでったでしょ、うん、で左傾斜にガンってキックしたら俺 OB だからグリーン狙うとしたらね、そう飛んでく場所は OB じゃないけど、うん、あ、そういうことね、そう、そういうことが起こる、そういうのも全部計算するから、平井バカなりに計算するからそう、そこしかやってこなかったから、そこは意外とできる。そうだ、そういう計算をする、まあまあいいや、そのとにかく入射っていうのは自分の体をいじる唯一の方法なんだよね。方法というかその自分が動かされることだから、先にその入射を意識した方が明確な体の動きになるってことは間違いないの。どういう風に入れたいか。そう。だけってこと。そう。ってことは球筋が決まってないとどういう風に入れたいかが決まらないじゃない。で俺はいつも何が一番大事って言ってるっけ、ボールが一番大事って言うじゃない、飛んでくるのが、そう、そこがやっぱり一番大事になってくる。だから理論が先にあるんじゃないよと。そうなんです、入射が、そうなんです、形じゃないんだよね、形じゃないの、どういうふうに入るかだけなんだよね。そう、そう何回も逆言って申し訳ないけど、どういうふうに入るかだけが決まったら形が勝手に決まるじゃない。ボールが結果なんだから、うん、ボールから逆算していったらそうだよね。そうボールの前って何なのって言ったら、うん、じゃあどういうふうにクラブのボールに当たってるのだから、うんうん、動き最後だもんね、ちょっと考えてきた、うんうん、これゴルフの攻め方もそうよってこともピンとくる方はいると思う。確かに、そう、カップインからそこに打つにはセカンドショットどこから打つ、でセカンドショットそこに打つにはティーショットどこに打つってなっていけば、要はもう逆算していけば、まあ、イメージは出やすい。ピンポジションがあそこだから、じゃあここ打ってここ打ってって改めて自分でこうやって動画撮ってやってるけど、本当そうだなと思う。だからこの前の入社の話、うん、家で撮った時の、うん、あれでなんか全てが腑に落ちたね。あ、本当。これね、アプローチなんかまさにそうな、ちょっと膨らましちゃうんだけどさ、例えばアプローチで、あのここに入れたいじゃない、ここにぴったりにこうやって入れたいでしょ、ボールのこうピッタってここに、そう、ここに入れたいってことは、そこに入れるためには自分がどう動くかになってくるのよ。そうで、例えばスピン効いた低い球入れたければ、この角度で入れるんだよね、この角度で、角度だけやるとこの角度で入れるんだよね、でブシューって飛んだよ、そうしたらノーマルの高さがこれぐらいよ。で今のスピン効いた低い球って言ったらこれぐらいよ、入れ方だけで言ったら、そう、なるほど、こうやってこれ、そう、これはもう完璧よ。そう、ギュル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 ってやつ。今のももう間違いなく入射だから。ちょっとスピンかけたくないよっていう時は、ちょっとこうやってインサイドからこうやってフックをかけるように、低い位置から少しフォロー遠くにこっから入れるんだよね。こうやって。120点ですよ。その時にこうタイガーなんかはちょっとクローズにするの、こうやってこうやって、ね、ちょっと直立っぽくなって、今度逆で少しオープンにして球若干左に置いて、ちょっとハンドファースト目強め、プレス強めにしてコックでバーンって打つ。そうすると低いカットスピンがかかる、こうやって。
何あれ。分かってくれた？すごい、うん、あれはサロンでやりますから。オンラインサロンで、うん、あのネタはオンラインサロンでやります。打ち方そう、そう。だってあんなトール君が笑っちゃうぐらいの球みんな打ちたいでしょ。いやあれはすごいね。すごい。あれすごい。球踊ってたでしょ。そう、ああいうこう、まあいいや、オンラインサロンでやるから。そう、ああいうのをクラブの入社で、最後のなんかはもうこうやって打ってるから、こうやって入れる。でこのままだと球が強いから、ボールに当たった時にボールをグリーンってやる感じなの。そう、それを高速でやるから上に飛ばないし、ちゃんと溝食ってパンって切れるんだよね。そう、そう、ああいうのもね、あのちゃんとこう入射を意識してやってる。そう、だから本当入射が全てになってくると思います。はい、本当だね。ね、そう、いや、あのね、トール君はこう分かってくれたんですけど、まあ、動画見ていただけた方は分かってくれたと思いますので、はい、ちょっとあの練習場でお試ししていただければと思います。クラブの入射、どういう球を打ちたくてクラブをどういうふうに入れるかっていうことですね。それをちょっと今日動画で撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。